どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら近日開催予定のガンホーコラボに登場する新たなキャラクターの図鑑画像を入手いたしましたので、一部ご紹介ということで、ちょっとガンコラいつ始まるかよくわかんないですけど、多分ガンダムコラボが終わった後かな、もしかしたら結構先になると思うんだけど、ガンホーコラボにおいてね、今回新キャラがね発表されていますので、実際に今回は宣伝の方を見ていこうと思います。やっていきましょう。ということで、まずはもう早速見ていきます。こちら新しく実装されるヘラからですね、見ていきましょう。何が違うんでしょうか、通常ヘラと。ちょっとこれあまりわかんないんですけども、何かしらガンホーのイベントで実装されていたヘラの、まあ多分別パターンのね、イラストになってるのかなと思います。まあ実際性能から見ていきます。覚醒はバインドスキムプラス封印毒プラス10強3つボイス付与ですね。まずヘラにボイスついてるのも結構いいんだけど、10強3つ付与だから火力はかなり高め、125の、まあ、20倍、2500倍ぐらいの倍率は保証されてるかなって感じです。はい、かなり火力が高いキャラになっていて、スキルもね9ターン悪魔の攻撃力が2倍、全ドロップ強化、敵の HP10 パーのダメージが9ターンって感じになってます。でこれ9ターンエンハンスなんで、エンハンスループの向けて火力はかなり高くなってると思う。だからパーティーの火力ぶち上げたい時とかにエンハンスループアークとしても採用できるし、あと自身の火力高いのもめっちゃいいとこだよね。でもエンハループって最近あんまりないね、スキルだから。まあまあまあ、でも最近さ、マジで火力もう必須級になってきてるダンジョン多いじゃん。だからまあ実際使えるとは思うよ、エンハンスが欲しい場面があれば。リーダースキルは闇2コンボでダメージを半減、攻撃力が9倍、5コンボ加算、悪魔の HP と攻撃が 2.2 倍です。 HP2.2 倍半減リーダーか。変身不要だし、リーダーチェンジ要員としても使えるので、そういうところではかなり強そうだね。ただまあ回復倍率はないので、そこはネックになってくるかなとは思います。まあ長寿力においては冬も含めて火力出せるキャラになってると思うので、まあそういう使い道がメインになってくるのかなと思います。これがヘラですね。はい、一応超覚醒無股間スキブ冬から選べるんだけど、まあ冬つけてね火力出すのが一番強い使い道になるかなと思います。もう一個武器ですね、こんな感じ。闇属性追加スキブ封印無股間攻撃強化持ちです。副属性闇に変えてくれるおかげで火力かなり上げれますし、スキブ無股間あるのもめっちゃ強い。まあ、スキルがちょっとね、ごめんなさい、スキルがあんまりわかんない。これリアリティクス 6?7 か。まあ、スキルがちょっと微妙なラインではあるんだよな。9ターン悪魔エンハンスがどんぐらい強いかはちょっと今現状何とも言えないかなって感じ。泥強 10% グラビティは強いとは思うんだけどな。まあまあスキル次第って感じですかね。まあでも武器覚醒だけ見る限りは絶対強いよな。まあ、これがヘラのカードとなっております。はい、まあ、キャラの方に関してはすごい火力高いし強いキャラだとは思うんだけど、ちょっとこのスキル次第な感じはあるよね。悪魔2倍がどれぐらい活かせるかって感じではある。でそこがまあガンダムのあの星なんだっけ、星6キャラかなと、まあね、あの闇の超火力出せるキャラと、まあ、使い分けになるのかなって感じです。アイスが確か闇ステースだったはずなんで、こっちがまあエンハループなんで、そこと使い分けって感じ。周りでもリーダー要員としてはめっちゃ強いと思うんで、リーダーとして使うのが結構良さそうな感じはありますね。うん、めちゃめちゃ強いと思います。まあでも武器は何よりぶっ壊れてるんで、これは。ね、まあぜひ武器要員でも使えるのかなって感じです。さあ続きまして、シグルズですね、見ていきましょう。こちら進化前からです。覚醒バインドスキブ4ガドブレ4色攻撃強化3つ、4つ L 字、超覚醒が L 字のみ、クライムプラスお邪魔プラス L 字です。なんだこれ、 L 字要員なんですね。はい、でまあ、4色4つで火力は出せますし、 L 字2個持ってるって感じです。スキルは1ターン回帰力が半減、5コンボ加算、自分ドラゴン攻撃タイプの攻撃力が 1.5 倍が2ターンスキルです。これめっちゃ強いね。5コンボ加算スキルが2ターンで打てるんで、ね、弱化コンボ対策とか、あとはどうしてもコンボしたい場面においては結構使えると思うし、アシスト無用で使えるのもめっちゃいいよね。リーダースキル指12秒固定で4色同時でダメージを激減、攻撃26倍、固定500万って感じになってます。まあ、使い勝手のいいリーダースキルキャラではあるかなって感じだけど、まあ、最近多色はもうほぼほぼ使われなくなってきてるんで、まあ、どちらかといえばサブ要員で5コンボ加算できるところがかなり強いんじゃないかなと思います。はい、続きましてシグルズの進化後です。覚醒バインドスキブ4チーム HP2つ、10強3つ L 字消しです。スキルは2ターントゲドロップが落ちてくる代わりにダメージ消し属性消し無効が5ターンですね。これ実質的なトゲドロップ対策にはなってるんだけど、トゲの降ってくる量によるよね。めちゃめちゃ降ってくるんだったら弱いし、ちょっとだったら全然強いと思う。あとは、まあ、トゲドロップ目覚め対策には使えるんだけど、あまりにターンの長いトゲドロップ目覚めじゃない限りは、そんなに有意義な使い道はできないのかなって感じはありますけど、まあ、それでもトゲ対策としては新スキルだし、単純にダブル吸収無効が5ターンで打てるっていう視点でめちゃめちゃ強いので、まあ、その点ね、トゲドロップが多少降ってこようが、多分強いスキルになってると思います。リーダースキル、ドロップ5個 L 字でダメージを半減、回復力が4倍、3色同時ダメージを半減、攻撃24倍、3コンボ加算です。で、キーアミ持ってくれてるので、ロイヤルノーチラスのサブとかにおいても全然使えると思いますので、チーム HP2 個持ちもあるから、はっ、お前、めちゃめちゃロイヤルノーチラスって強くねえか、よく見たら。え？こいつめっちゃ強くね？普通に。
だってさ、チーム HP2 つあって10強3つあって L 字あって小学生 L 字あるんでしょ。まあ、捨てはちょっと低いけど、言うてダブル吸収無効もあるしね。ロイヤルノーチャラスに詰め込んだらね、水キー闇だから、まあ絶対強いんじゃない？これがシグルズの進化後です。結構強そう。ロイヤルノーチャラスのサブとして活躍してくれそうです。武器、4色攻撃、封印、チーム HP、チーム回復、攻撃強化持ちのスキルです。2ターンと溜まりやすい分ですね。かなり強い武器になっております。はい、そしてもう一つの武器も見ていきましょう。もう一つの武器こんな感じです。で、こちら、封印、L 字2つ、機動力強プラス、闇力強プラス、攻撃強化持ちです。はい。めちゃくちゃ強い感じしない？あ、でも、まあ、泥強詰めるところは強いけど、雨粒器みたいに HP 強化漏れないから、そこは弱点になってくるよね。HP 漏れない分、その分火力特化できてるんで、ロイヤルノーチャラスで火力が上がりまくってれば使えそうって感じはあるね。はい。まあ、あとはシンプルに、ロイヤルノーチャラスのアシスト要因以外でも、単純にこれ待って、5ターンダブル吸収無効スキルでしょ？単純に5ターンダブル吸収無効スキル持ってたら、これ単純に強くね？多分単純に強いと思います。これ単純に強いと思う。これがシグルスです。これ絶対強いね。でラストですね、雨の村雲、イグドラシル、ゴエモン、こちらの3体が実装されます。見ていきましょう。低レアキャラクターです。まず覚醒、スキブ、封印、チーム HP3 つ、10強2つ、 L 値、小学生スキブプラスです。スキルは2ターン盤面に 3×1 の雲が生成、1ターンダメージ無効貫通、3コンボ化、3スキルが3ターンです。お前強ー、お前めちゃめちゃ強、お前めちゃ強。これ元宝からも石10個で絶対誰もガチャ引かへんから、テイラーにこういうキャラ追加して交換できないようにしてで強いキャラ作って引かせようとしてるの見え見えだけど強。そこまで踏まえた上でお前めちゃめちゃ強。え、これマジで強いけど、てかはやってんな、マジで。もうどれだけ元宝、もう山本大輔さん、元宝からもこれじゃ誰も引かないっす。 OK、 テイラーにぶっ壊れ作ってガチャ引かせよう、了解っす。のノリがもう目に見えてわかる。でも実際そのレベルで本当に強い。はってか、これ強すぎだろおい普通に。待て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 、なんやこれいきなり。はぁ、意味わからんが。おい謝れよ他のキャラに。おいジンに謝り今すぐ。まあ、3×1 の雲生成で補えない強さしてるんだよこれ。やばいだろマジで。はお前勝ちでこれやばいだろ。はぁ、なにこれ。お前チーム HP3 つに無効貫3コンボ加算3ターンで、え、これ本当にやってない？え、ちょっと待って、これ何回見たいばいいけど、これ。これやばすぎだろ、マジで。はい、次、こっち。イグドラシル。バインド、スキブプラス、無効貫4つ、ドラゴンキラー、悪魔キラー、超覚醒、無効貫。スキル、ドロップロックを解除し、キドロップ強化が1ターンです。リーダースキル見てなかった。こいつ3色 72% 軽減、攻撃23倍、3コンボ加算ね。こっち、木の6個消し 70% 軽減、攻撃22倍、木の回復4倍、指5秒延長ね。リアリティ4ですか。なるほど。まあ、火力高えな。いいね。いいっすね。6解除機動力1ターン。もう強い。絶対強い。はい。ラスト5エモン。バインド封印、チーム HP2 つ、L 字4つ10強。スキル5ターン、チーム L 字の覚醒数に応じて、攻撃と回復が上昇が5ターン多い。これ、まさか、ロイヤル、ノーチラスの時代が来る可能性。光属性やないかい。お前、今すぐ木と水に帰ろ、これ、ボゲイ。光って。まあ、でもあんま関係ないですね、別に光だろ。どうせこいつ火力出ねえから。え、これ使える？ワンチャン？ワンチャンあるの？ないだろ。ワンチャンあんのかよ。わかんねえよ。まあまあ、また実装され次第使えます。という感じがガンコラでした。これらの情報は来週発表されるんで、また見ていきましょう。という感じです。今週ネタ切りやけど、まあええか。はい、じゃあおさらいしていきましょう。ヘラー、火力バケモンです。プロビデンスガンダムと使い分けになりそうな感じはありますが、まあ、毒耐性プラスあるのも強いし、スキルがね、9ターンエンハンスループあるのも強いところであるね。プロビデンスが2ターンで指1秒減少、闇6個生成なんで、まあ、ちょっと使い分けになってしまうと思いますけど、エンハンスループで使えばまあ結構強いのかな。リーダースキルのダメージ半減、HP2.2 倍はかなり強いと思うし、リーダーチェーン運用でも使えると思います。闇は悪も多いからね。で、シグルズに関しては、進化前は5コンボ加算スキル持ってて、ネコムカセ要因では強そう。進化後はトゲドロップ目覚めとダブル吸収無効が5ターンです。これはぶっ壊れよ、間違いなく。これローチラスのサブテンペルクラスに入ってくると思うんで、相当評価できると思います。パティの代用としては十分すぎるかな。はい。これ一番さ、やばい。なんかさ、これさ、しれっとさ、結構やばいと思うんだけど、これどうなの？あのさ、これさ、結構、なんて言うんだろう。ポルナレフとか、まあ、例えばエリオとか、そこら辺のキャラには俺は負けると思ってて、やっぱポルナレフは軽く出せるし、エリオは覚醒無効回復あるから、そこら辺には負けるかもしれないと思いつつも、でもチーム HP3 つに無効貫3コンボ加算ってマジで化け物だよな。
こいつは貴族性編成における無効間火力枠でかなり強いから、絶対強いと思う。で、こっちは、まあ、ロイヤルノーチラスのサブでワンチャンぐらいの感じですかね。まあ、なんかやってますけど、ガンコラは、来週予定されてるみたいです。まあ、つってもこんなガチャ引くやつ、なかなかいないと思いますけど、でも引くガチャがあるぐらいには強いキャラが増えてるのかなと思います。まあ、今週ネタ切れチャンネルですが、また来週もね、情報で次第発表していければと思いますので、ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。